お話丸かじり。今回は日本のお話です。タイトルをお願いします。第27夜のお話は田の宮。演者は岡崎智代と浅井優。ストーリーテラーは私山本真由美と浅井優がお送りします。どういう作品になっているのでしょうか。それではまた後でお会いしましょう。田の宮。阿波徳島の田能村に生まれた田能久兵衛、訳して田能久という役者がおりました。役者とはお芝居を見せながら稼ぐ商売ですが、時には歌を歌ったり踊りを踊ったり飛んで宙を回ったり喋りで人を笑わせたりすることもありました。だからいつも自分の腕前を磨きながら昼夜を変え、ところを変えたりしてさまざまな人々を楽しませる忙しい仕事のようです。田の宮もそういう役者の一人でした。ある日のこと、いつものように仲間とその日やる演目を話していると、大事な知らせを受けた仲間の一人が田の宮に言いました。田の宮、お前さんのおふくろさんが倒れたってよ。おっかさんが？すると頭が言いました。言ってやりな。芝居のことはいいから、たっぷり休みを取って親孝行してやりな。頭、いいんですかい？あたぼうよ。困った時はお互い様だ。ありがとうございます。こうして田の宮は休みをもらって故郷の田能村に帰ることになりました。山を越え谷を越え、また山を越えまた谷を越えしているうちに、あたりが暗くなってきました。へえ、疲れたぜ。腹も減ってきたな。よし、あの茶店で休んでいこう。故郷に帰るにはあと一つ大きな山を越えなければなりません。田の宮は最後に越える大きな山のふもとにあった茶店で休みました。ごめんよ。あら、いらっしゃい。お客さん、この辺じゃ見かけない顔だね。そうかい、おいらの評判も呈したことねえな。あー、酒をくれねえか。熱かんでね。夜になると寒くなる。それと何か飯を食わせてくれ。はいな。お客さん、よく見ると男前だね。役者でもやってるのかい？二枚目の田の宮とはちょいと名の知れた男の中の男よ。あら、やだ、あの田の宮さんかい？握手して。なんだ、名前忘れてんのかい。評判ってな、いい加減なものだぜ。私も飲んじゃうかな。構わねえが。おいおい、色目使うんじゃねえよ。そんな暇ねえんだからさ。なんだ、つまらない。それで天下の色男田の宮さんがどうしてこんな村に？巡業かい？いや、すぐそこの大きな山を越える。本当にあの山を？やめといた方がようござんすよ。確かに越えるにはしんどい山だが、おいらは何でもできる役者だ。足腰も達者と来てる。それに故郷に残したおっかさんが具合を悪くしてね、早くおいらの帰りを待ってるんだ。ちょうど半年前からそこの山を登った村の人が帰ってこなかったり、行方知れずになってるの。上ばみが住み着いてて村人たちを襲って食ってるという噂もあるよ。上ばみとはとても大きな蛇の妖怪です。それを聞くと田の宮は少し怖くなりました。そうかい。そりゃ厄介なことだな。でも遠回りをしたらかなり遅くなっちまう。やっぱり今夜あの山越えるぜ。
上髪を侮ってはならないよ。ものすごく大きくて、あんたなんかあっという間に人並みだよ。おいらも男だ。一度決めたことをおいそれと変えられねえ。飯を食い、一休みした田の宮は山を越えることにしました。待って、命は無駄に捨てるもんじゃござんせんよ。本当に行っちまったよ。お上が止めるのも聞かず、田の宮は山に入っていきました。すると異様な空気が立ち込めてきました。そして一人の老人が座っていました。お、久しぶりの獲物だ。若いの、こんな夜更けに山越えか。じいさん、あんたこそなんでまたこんな自分に山の中にいるんだい。道にでも迷ったのかい。ここにいると危ねえ。上髪が出るって噂だ。ふもとまでおいらと一緒に行こう。わしがの上髪だ。うわー、出た。老人は信じられないくらい大きな蛇になり言いました。お前は誰だ。おいらはたぬきだ。何たぬき。なんだ、たぬきか。そういや見るからにまずそうじゃ。人間に化けているつもりだろうが、お前もまだまだじゃ。どうやらこの上ばみ、たのきゅうをたぬきと間違えたようです。たのきゅうは怒って言いました。おら、たぬきなんかじゃねえ。安心しろ。もしお前が本物の人間なら、今頃わしの腹の中じゃ。だがたぬきはいかん。一度飲み込んで食あたりを起こしてから、わしはタヌキは食わないことにした。お前はタヌキじゃ。匂いでわかる。タヌキは臭いからの。お前と同じ匂いじゃ。ちぇ、臭いか。大きなお世話だってんだよ。役者の衣装は洗えねえから臭いのは仕方がねえんだ。だがどうやらこいつに食われなくて済みそうだぜ。ああ、そうかい。じゃあな、わばみさん。待て。タヌキがいろんなものに化けられるっていうのは本当か？お前も化けることができるのか？タヌキは急いで山を越えようとしましたが、わばみに呼び止められました。おいら急いでんだよ。待て。逃がさんぞ。なあ、タヌキ。わしは一度タヌキが化けるところを見てみたかったんじゃ。わしは残念ながら老いぼれたじじいにしか化けられねえ。わしに化けるところを見せて、その化け方を教えてくれないか。ちゅん、めんどくせえな。嫌だ。うわぁ、何しやがんだ。上ばみはたのきゅうを締め上げて言いました。ちょうど退屈してたんだ。何でもいい、化けてみせろ。でないとこのまま締め殺すぞ。まあ、苦しい、わかったわかった、やりますよ。仕方なくたのきゅうは持っていた着物やかつらを出して言いました。こうなったら役者の心意気見せてやるぜ。たのきゅうはまず侍のかつらをかぶり、刀を刺して侍になりました。そなた、それほどまでにこの刀が欲しいか。欲しければ取ってみよ。やあ、力任せに刀を振り回しても
この私を倒すことはできない。これから参るは奥州平泉。おお、見事見事。よーし、他の者にも化けてみろ。田の宮は侍のかつらを取り、刀を取ると素早く化粧をして着物を着て違うかつらをかぶりました。あなたのような素敵な方にそんなことを言われたのも初めてです。なんて大きな体。さあ、お一つどうぞ。人間の女子も悪くないわい。タヌキ、お前はかなりの化け上手だな。では人間だけじゃなく、他の動物にも化けてみ。上ばみのやつ調子に乗りやがって。なんかおいらも止まらなくなってきたぞ。タヌキは素早くお面をつけて、カッパになったり、犬や猫になって泣いてみせたり、ひょっとこになったりして上ばみを笑わせました。いや、愉快愉快。タヌキ、楽しかったぞ。お礼にわしが仲間になってやる。その証に誰も知らないわしの秘密を教えてやろう。わしには苦手なものがある。タバコの煙と渋柿じゃ。もしこの二つのうち一つでもあると、わしは死んでしまうかもしれん。人間の里に降りていけんのもそのせいじゃ。奴らはたまにタバコを吸っては喜んでいる。よくもまあ、あんな煙を吸うものじゃ。へえ、上ばみはタバコの煙が嫌いなのか。いいこと聞いたぞ。そうかい。誰にも言うなよ。このことを話したらただでは済まさんぞ。わかったわかった。お前の嫌いなものも聞いておこうか。え？俺らも言うのかい？言え、何が嫌いなんじゃ？おいらは、そうだな。金かな。金はなくても辛いし、ありすぎてもそれが元でいろんなものをなくしちまうからな。おっといけねえ。役者が素顔を見せちゃ野暮ってもんだぜ。金？お寺でゴーンとなるでかいのか？いや、その金じゃねえよ。人間様が使う銭ってやつだ。特に大判小判の黄金色がダメなんだ。あの色を見てると目がつぶれそうになる。吐き気も催す。タバコの煙もそうだが、人間ってなおかしなものを好むもんだ。まったくだな。よーし、このことはお互いの秘密にしておこう。約束だぞ。誰にも言うなよ。そう言うと上ばみは山の藪の奥に帰っていきました。一安心したタヌキは急いで故郷の村に向かいました。明け方近く村に戻ったタヌキは母の家の戸を叩きました。おっかさん、おっかさん、大丈夫かい？タヌキはおばに案内され中に入りました。中には親戚一同、その他近所の仲間や村長までが見舞いに来ていて、皆の手厚い看病で、母親は元気になっていました。皆さん、なんとお礼を言っていいか。ありがとうございます。そのお礼と言っちゃなんですが、皆さんのお役に立ちたいと思います。あの山のことなんですが、あっしも大きな上ばみに出くわしました。上ばみのおかげで、わしらも、隣村の人たちも、行き来ができんようになってしもうた。安心してください。久兵衛、何か策はあるのかい？そこで田の久は、上ばみがタバコの煙と渋柿が嫌いなことを話しました。
早速村人たちは協力して渋柿を集め、タバコを吸いながら山へ登りました。山はたちまちあたり一面タバコの煙で覆われてしまいました。ギャーという大きなうめき声とともに、上波は姿を現し、苦しみながらのたうち回りました。ギャー！出た！食べられる！大丈夫じゃ。逃げずに戦うんじゃ。よし、今だ！みんな、渋垣を投げつけろ！上波はとうとう山から逃げ出しました。やった！上波を退治したぞ！村人たちは歓声を上げ、村に帰り、田の宮の家にやってきました。田の宮さん、ありがとう。あんたの言った通りじゃった。おかげでわしらは、あの山を越えられる。今宵は、わしらにご馳走させてくれ。上波を退治したお祝いの宴は、夜まで続きました。すっかり酔っ払った田の宮は、村人たちを返し、布団に潜り込んで、いびきをかいて眠りました。その頃、上波は、タヌキめ、裏切りおったわい。人間と手を組んで、よくもこのわしを苦しめてくれたな。やり返してやる。あいつの嫌いな銭を、なんとしても集めてやる。真夜中、物音に目を覚ました田の宮は、川屋に行こうと外に出ると、上波が青白い顔をして、恨みがましい目を向け、怒りで体を震わせながら言いました。うわぁ！貴様、人間どもにわしの苦手なものをばらしおったな！知らねえよ。あの秘密はお前にしか言ってないぞ。お前が人間に喋ったとしか思えない。タヌキ、お前の苦手な大判小判を持ってきた。え？今からこいつをぶちまけてやる。勘弁してくれ。黙れ。わしが苦しんだ分だけたっぷり苦しめてやる。覚悟しろ、タヌキ。上波は大きな袋を開けて、たくさんの大判小判を撒き散らしました。家の周りは黄金色に輝きました。うわぁ！助けてくれ！やめてくれ！苦しい！その声を聞くと、上波は笑みを浮かべながら言いました。どうだ？思い知ったか。大判小判を巻き終えると、上波は満足そうにどこかへ消えてしまいました。何事だい？この小判は？天からの授かり物なのかい？なんとありがたい。上波さんよ、粋なことしてくれるぜ。タヌキか。おっかさん、この金をこの村の人たちと隣の村人たちに配ってくれ。隣の村には上波はもういないって伝えるのを忘れねえでくれよ。この宝はお前のものじゃないのかい？おっかさんの言う通り、これは天から降ってきたんだ。だがな、おいらたちのものじゃねえ。そうがっかりすんなよ、おっかさん。おいらはいろんなものに化けるのが仕事なんだ。その仕事で稼いで、ここにある大判小判なんかよりも
もっと多く稼いでくるから。それまでどうか、達者で待っててくれ。じゃあな。田の宮はそう言うと、故郷の田の村を出立し、仲間のもとへと旅立ちました。そして、役者仲間と一座を作りました。その後も、田の宮の芝居は、時には人を笑わせ、時には人を泣かせる名演技として、国中の評判になったということです。おしまい。はい、というわけでございまして、第27夜、田の宮をお届けいたしました。はい。いやー、聞いてみていかがですか？いや、なんかすごいかっこいいでしょ。はい、ちょっとまあ今回は書くところから、はい、ちょっとかっこつけて書いちゃいましたね。また江戸弁っていうのがまあ本当に味で、江戸弁がね、はい、エゾ弁にならないように、エゾ弁気をつけましたね。なるほど。まあ、一緒にやった岡崎朋代さんもね、はい、強女ですから。あ、そうなんですね。うん、相当二人とも苦労した形で、いやでも深みがあって演じさせていただきました。はい、深みがあってすごい面白かったし、かっこよかったし、まあ、これは本当にいろんな形でね表現されてますけども、はい、まずこの基本的なことですが、はい、これも落語の話でございまして、あ、やっぱり、はい、立川談志さんのネタなんじゃないかな、これよくわかんないですけど、はい、男子さんがこの話を使ってることは確かでしたね、はい、そうなんですね。で、田の宮っていうのは略語で、はい、田の村に生まれた久兵衛さんなので、はい、田の久兵衛、なるほど、その略で田の宮と。おお、これまた知らない人が多いんですよね、意外と。知らないですね、うん、はい。で、故郷が阿波の国の徳島、はい、田の村の出身っていうのもね、へえ、すごい、江戸っ子かなと思ったら違うんですよ。そうなんですよね、うん、江戸の人じゃないんですよね、うん、うんうん。だからそれを知ってか知らなくてか、はい、いろんなバージョンで書かれてますよね。ああ、そうなんですね。で、僕はですね、うん、まあ、まずテーマとしては生き、生き、生きですね。はい、生きに生きること。うわ、すごい伝わってきました。生きに生きる、生きというかね。いいですね。はい。で、登場人物も増やさせていただきまして、はい、うん、生きに書かせていただきました。かっこよかったです。で、ほんとね、役者の話ですので、はい、役者冥利に尽きるような。そうですよね、もうやりたくてしょうがなかったのよ。わかる気がする。はい、一回ね、舞台でもちょっと表現したいなっていうのがありますけどもね。でも、なんだろう、役者が主人公の話って私はあまり聞かないんですよね。なかなかないですね。はい、だけどこの役者の話ということなので、うんうん、いろんなものをね持った形で書かせていただきました。いやー、面白かったです本当に。ということで、そんな第27夜日本のお話、田の宮をお送りいたしました。次は世界のお話をお送りします。それではその次回の夜まで健やかな時を、良い夢を。お相手は浅井優と山本真由美でした。それでは皆さん、おやすみなさい。次回第28夜のお話丸かじりは、ドイツのお話、グリム兄弟の作品、ハーメルンの笛吹きをお届けします。町は今大きな問題を抱えている。私の笛でネズミたちを追い出してみます。道化師風情にできることは人に笑われることだけだ。もし失敗したらみんながお前を袋叩きにしてしまうぞ。ネズミがいなくなったぞ。約束した通り町のネズミを退治しました。あれはお前が私に頼んできたことだ。約束が違う、金貨千枚と言ったはずだ。この町にはもともとネズミなんていねえんだよ。この町を出て行け、二度と来るな。
恩知らずの裏切り者め、今に見ていろ。次回もお楽しみに。今回のお話、皆さんいかがでしたか？あ、そうそう、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお気軽に。それでは